めちゃくちゃ寝たのに、なんかね、寝起きが悪いわ。まだ眠いねって思ったりがありますか？僕は結構あったんです。レシェプの皆さん、おはようございます。本日みんな紹介したいのは、どうやって自分の人生にはいと言えるというの技なんですけれども。では早速参りましょう。僕は昔ながら、みんなのご存知でしょうね、体重恐怖症でものすごく鬱になった、その一時期で自分も自殺未遂にも至るまでの気持ちもあった、本当に途方に暮れたの情報だったんですけれども、でその途方に暮れた情報は何がやったかというと、僕は自分のコーチを見つかったということです。そのコーチは僕を自己啓発というのを正解に誘ってくれて、そっからの基づいて僕は何かするかというと、自分の使命にしたのは700万人というの同じくの体重恐怖症者を脱出させるということです。もしあなたは現在体重恐怖症を抱いている方だったら、最初上のこの動画を見てください。その動画はもしあなたの役に立つかもしれません。そしてもしその動画が良くなかったら、になかったら何かするかというと、自分にも相談は乗り、できますので、ぜひ使ってください。それは DM か、あるいは下の概要欄で自分のウェブサイトがあってあるので、そこにも自分とのも心のスケジュールは可能です。では、早速参りましょう。寝起きが悪い。寝起きが悪いから自分の全ての一日はもうなしになる、台無しになるという。せっかくすごく長く寝たのに目覚めが悪い、起きない、起きたら頭痛になる、結構あるですね。これは自分も結構あったんですけれども、でも自分はどうしてはそうなった、もう自分はまあ意識化しなかったということです。意識しなかったからこそ、これはまあ、もっと寝た方がいいと思ったということ、まあ、14時間とかもう寝たり、もう本当に体はダラダラになる。もうボロボロになる。前よりも、まあね、もう何も全く休んでないというの気持ち。本当に。だから、その代わりに、ちょっと一回聞きましょうか。あなたは、寝る前に、その、ね、前の夜、寝るの寸前何をやったでしょうか。はい、Netflix と YouTube を見た人を手を挙げてください。実際はもうたんまにいますので、本当に申し訳ないけど、たんまにやってますから、もうやっちゃいますから、もう本当にこれはね、もう本当に悪い癖です。本当に悪い癖。でもどうやってその癖を乗り越えるかというと、例えばあなたは夜9時に寝るだったら、はい、これはまあね、ちょっとね、早すぎると思う人もいるかもしれませんが、で心理学によって自分の脳はね、10時まで寝るというのは10時から11時、12時まで寝ると、これ1時間は2カウントにする、2時間にカウントする、つまり その3時間に行ったらだけで自分の頭脳は6時間に寝たかのごとく休めるというようなことです。これはちょっと1回頭に置いといてください。だからもしあなたは9時に寝たとかね、9時にね、こう目を閉じて、また10時とかに寝たね、10時の前で寝たというようなパターンにすると、何が起こったかというと、その前にね、あなたは、例えば明日は月曜日だった。その前の寝るの寸前のどんな考えがあったかというと、どんな思考があったかというと、ああ、全く明日は月曜日ね、また、起きたきない。こういう気持ちは、一番ダメです。あなたは自分を起きたくないというのはずっと宇宙に言ってるからこそ、その宇宙は、はい、からは欲しいと思われてる。この引力法則によって、あなたは何か欲しいか欲しくないか、そこにエネルギーを与えるとそういうものを結局もらう。だから
寝る前に、あ、欲しくないと言ったら、これはね、叶うということです。だから、寝る前には自分のルールとして何かするかというと、Prepare to fight. 1時間の前で、つまり8時で、パチンとパソコンを消す。難しいですね。パソコン消してる。ああ、何すればいい。ああ、音楽も聞いてるといけない。ああ、じゃあテレビ見よう。テレビもダメです。じゃあ何しようか。本を読みます。本を読んだり、瞑想したり、ヨガしたり、こういうものをしたり、運動とか、こういうね、ちょっと軽い運動とかしたら、ストレッチとかしたら、というのが一番効果的です。または、それをやったら寝る前でも20分か30分で、自分が一番こうね、その世の中一番の感謝を持ってるものを書き込む。書き込む。ひたすらに。生きてるに感謝。神様に感謝。なんかね、自分ね、目が見てるに感謝。今ご飯食べてるに感謝。感謝、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 感謝。本当にもうずっと感謝の書く。本当に書く。タイピングじゃなくて書く。あくまで自分の手で書く。そうだんだん書いたら、これは自分の無意識的の脳をいい刺激を与えるからこそ、いい影響を与えるこそ。そしてその書き終わったら、僕はこういう風に起きる。明日はこういう風に起きる。エネルギッシュに起きる。自信満々で起きるというのパターンで。これはね、あなたは自分の頭脳にプログラミングするから。その頭脳に、あ、こういう風に起きるから。明日はこういう風に起きるよって。で、その風に、次の日は、翌日なんですけども、7時とかに起きるではなくて、8時では起きるではなくて、5時か4時に起きることはポイントです。どうしてかというと、そこの時には、5時とか4時に我々起きると、ものすごくエネルギッシュになる。自分の体をもっとエネルギッシュになる。ふわー、何もできる。何でもできる。で、その4時から自分が本当に集中したら、もう何でもできる。本当に。やってみてください。ああ、自分はあまり朝に起きるは、起きづらいやって、結構言った。例えば、ハル・エラルドさんとかですね。彼はね、最初は20代の頃ね、交通事故でほぼ死んだ。あとは、あと20代の後半は、彼は何やったかというと、自分のビジネスは倒産した。そして、30代では、2回目は、癌を乗り越えた。これちょっとだけ頭に置いておいてください。この習慣を彼は自分の人生に起きたからこそ、これは全てを乗り越えた。だから自分もやってみてください。では、ルシファー皆さん、僕はこちら動画毎日アップロードしますので、明日の動画なんですけれども、何がするかというと、自分の人生に妨げるの敵をみんなを見せたいと思います。もしあなたはその敵、本当にその顔を見たいなら、このチャンネルに登録と通知ボタンを押してください。そして、もしその動画は役に立ったら、ご評価とシェアお願いいたします。自分もシェアはケアだから、自分の友達にシェアしてください。このチャンネルはなんですけれども、大体は自己啓発や心理学を使って対人恐怖症対策、怠慢対策などをシェアしますので、かつは Facebook マーケティングもシェアしますので、その間でこちらの動画をご覧ください。では次の動画で。